Welcome back to Happy Mom Channel. こんにちは、皆さん。今日は再生医療のオペが終わってからどういうふうに経過していったのかっていう、傷口がどういうふうに経過していったのかっていうお話をしたいと思います。今日は、5月26日で、オペがあったのが5月12日なので、2週間目になります。で、病院の方からいただいた、クリニックの方からいただいた資料と自分が行った治療、なんていうのかな、ことをお話ししていきたいと思います。病院側からは、このようなお手紙を2ついただきました。2枚いただきました。防水テープの貼り方とか、どうやったらいいよっていうこと、書いてあることと、自分の意思でちょっと怖かったからやって失敗してしまったこととか話したいなと思っています。クリニック側からは、防水テープっていうのをね、はい、この防水テープを3日分かな ?3 日分になってるよね。3日分いただきました、このテープを。で、これと自分で買って、自分でも防水、私自身防水テープっていうのをゲットしてて、で、それをつけた結果、失敗してしまったこととかお話ししようかなと思っています。まず病院側から言われ、クリニック側から言われているのは、防水テープの貼り方について、脂肪採取してから約3日間はこちらの防水テープを保護してつけて保護してくださいっていうことだったんですけど、で、かゆみや赤みなどの症状が出た場合は使用を注視して家庭用の絆創膏にしてくださいって書いてあるんだけど、私はもう怖くて、菌が入ったら絶対に嫌だと思って、私もともと肌弱いんですけど、敏感で弱い方なんですけど、なんだけど防水テープが強いことはすっかり忘れてて、これをどのくらいかな、1週間ぐらいつけ続けたかな、ちゃんと自分でゲットしたやつも含めてね、蓄積をつけて、防水テープで負けて、すごい痒くなって、赤くなって、傷口よりひどく今荒れているという状況でございます。傷口はほんのこんくらいしかなくて、そのまま写真も載せていくんですけど、全然なくて、もう本当にね、本当にメスを入れたのかって思うぐらいの傷で、なのに周りの防水テープをつけてた周りのところの方が傷が悪化してて、もうちょっとね、あと2回この脂肪採取があるので、もうこのお約束通りちゃんと守って3日間だけ防水テープにして、長くても4日ぐらいにして、あと絆創膏でちゃんと過ごそうと思ってます。1日目、手術オペした日は、これね、結構私血多かったの方なのか分かんないんですけども、防水テープにはまら、ん?防水テープにたまらないぐらいの血液が出てきて、お風呂、私初日は怖かったのでシャワー浴もしなかったです。もし防水テープのその強さが分からなかったから、シャワー浴しなくて、1日目はもう顔を洗うだけっていう選択を取りました。でもその日すぐ交換したんだけど、交換して翌日がちょっと血が溜まってる、だからもう全然止血してない状態でした。これが13日の写真になります。で、13日防水テープ外したら、防水テープのと皮膚の間になんかテープが貼ってあって、何のテープかわかんないんですけど、でもこれは自然に取れるまで外さなくていいっていうことだったので、つけたまんまにしてます。で、
5月14日になったら、あ、血止まってきたかなって感じで、出血も少なくなってきました。で、これから自分のゲットした防水テープを使ってます。それでもやっぱまだちょっと血が出てて、出てたっていうか、そのテープ、防水テープと皮膚の間についてるやつに、ついてるテープに血液がついたから、ついてるような感じてるのか、本当に止血してるのかわかんないんですけど、まあこんな感じで、5月15日はもう全然血が、血っていうかなんか、お薬で、ゲンタシンっていうものをいただいてました。こういうものに入ってるお薬ですね。本当は多分チューブに入ってるお薬なんですけど、こういったものに入れていただいて、これを綿棒で傷口に塗布しました。で、テープの方は片手でつけるのは難しかったので、毎日母につけてもらってました。こんな感じで、で、5月15日の傷口が このような感じで、まあ、4日目ぐらいから、あれ皮膚の周り赤いかもみたいな、あの、防水テープでちょっと赤いかもみたいな感じになってて、でもまあ、気のせいかなと思って、まだ防水テープつけ続けてて、これが5月16。で、防水テープの向き変えてみて5月17で5月18日でも完全に血っていうか、なんか何も防水テープつかなくなって、あ、皮膚の周りがめちゃくちゃ本当に赤くなってて、もうなんか痒くなってきて、ちなみにお薬でロキソプロフェンとかもらったんですけど、痛み止め全く痛くも痒くもなかったです。だけど、防水テープが被れて、そこが痒くなるという、事態になりました。で、それから、あ、これはいけないと思って、家にバンドエイド、絆創膏がなかったので、普通に薬局で絆創膏を買いました。これは、松木用で買ったかな ?100 個入りぐらいのやつを買いました。絆創膏を買って、これを、水曜日、あ、木曜日ですね。で、つけて、金曜日までつけて、で、土曜日ぐらいから私はもうバンドエイドもつけないようにしました。もうかぶれすぎてて、あともう血も出てないし、大丈夫かなと思って、つけない日々を今、ただいま送っていて、もう傷口も全然、もうちょっとしたかすり傷ぐらいの程度になっていて、それよりも周りの防水テープで負けた皮膚の方が汚いという状況になっておりますなのでね、まだ再生医療受けてない方、これから受けようと思ってる方、勝手な判断をしない方がいいと思います以上、そのことを伝えできたらいいなっていうことと、再生医療のオペを受けてみて、本当になんだろう、あっという間で終わりました。動画でインタビューで言ってた通り、なんだろう、私は怖かったので、オペ中は自分が切られてるところとは見たくなかったので、見ないように明確したんですけど、実際見ることはできます。で、その切られてる瞬間はもちろん分かんなかったです。あと、もう塗ってるのかなと思ってたのが、脂肪を引っ張られてる感じ、脂肪を取ってる瞬間の感覚が、こう、ちょっとだけ引っ張られてる感じ。こう、もう本当にちょっと、つねってるっていうのも違うけど、つねってるっていう、ちょっとつまんでるみたいな感じの感覚で、痛みっていうよりも感覚なのかなって感じでした。で、本当にあっという間に終わりました。だから全然あと2回あっても、あと 何十回あっても全然怖くないとか、むしろ全然何とも思わないような、オペっていうより治療かな、傷口に消毒をつけるよりも
怖くないというか、むしろこっちの方が全然いいって感じで、傷口に消毒つけたらすごいヒリヒリしたりとか痛いじゃないですか。あれよりもとか、あれと比べ物にならないぐらい何も何ともないって感じでした。うん。で、その後も痛みも全く私はなかったので、痛みも痒みも全くないけど、ただ防水テープを数日間つけすぎて、それにかぶれて痒くなるというね、自分で やってしまったみたいなことはありました。てかあります。今でもまだちょっと痒くて、もう2週間ぐらいね、もう経っているのにまだ痒くて、痒いけど、まあ保湿しとけば大丈夫かなって感じぐらいの痒みなので、まあ大丈夫かなって感じです。うん、特にそんなに心配することとかはないかな。もし一人暮らしされてる方とかだったら、防水テープもしかして片手でつけるの大変とかそういうのもあるかもしれないので、そういったところをちゃんと、もしされる方とは看護師さんとお話ししたらいいかもしれません。私は一人でやってみようとチャレンジしたんですけど、やっぱ傷口に当たったら怖いとか、ちゃんときれいに貼りたいとかちゃんとあったので、あと怖かったので、全部まあ両手が使える母にしてもらいましたね。私は朝起きてからとお風呂入った後に防水テープ、お風呂とかシャワーをシャワーよくした後に防水テープの交換をしてもらってました。もう夏なので、朝もう夜の防水テープをつけっぱなしっていうものをことをしたくなくて、うん、朝と夜お風呂シャワー浴びてから付け替えるってことをしてました。あと、シャワー浴はその当日だけでいいって書いてあったんですけど、私はお風呂にずっとまだ入ってますね。ずっと毎日シャワー浴してます。まあ寒くないっていうのと、あとなんかお風呂入ったらもう傷口多分閉じてるので、もう入ってもいいと思うんですけど、まあ、私一番初めじゃない、脳の手術で、2回目の手術で脳の傷口から感染とかして、もしかして自分、いや勝手に自分で思い込みなんですけど、感染とかしやすいのかなとか思ってて、だからちょっと怖かったから、別にシャワー浴に問題はないから、もうシャワー浴でいいやと思って、もう今もずっとシャワー浴してます。もうそろそろお風呂入ろうかなとは思ってるんですけど、やっぱお風呂入らないと肩凝ったりするのでね、してお風呂入っていきたいなと思ってます。そんな感じで今そのくらいの日にちが経っていますっていうことをお話できたらいいなと思ってました。もうすごい、ね、オペあった次の日には看護師さんからご連絡があって、どうですかとか、大丈夫ですかって、あと何かあったらいつでも連絡くださいって連絡いただいてたので、すごい安心して受けることができました。はい、以上になります。よかったでしょうか。何か他に質問などあれば、随時コメントなど DM などいつでもお待ちしております。はい、もう大体皆さんが質問されていたのが、痒かったですか、痛かったですかとか聞かれたんですけど、はい、痛くも痒くもなかったです、傷口はただ私は防水テープを何日間かつけすぎて、それで痒くなった、以上です。治療した方は、健常の方、麻痺になってない方の右側のお腹にしました。なので完全に麻痺とかがないので、もちろん痛みとか痒みをもちろん感じる方の体にしてもらって、痛みも痒みもなかったです。はい、最後までご視聴ありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。 Thank you for watching everyone. Bye bye and see you next video.